2.5kW までの直流を用いる急速充電方法で、コネクターの規格や充電方法、通信方法を、茶でも協議会で統一している。充電器に絶縁変圧器を設け、入力側交流系統と出力側直流系統を分離し、系統の交流を直接用いない直流の充電方法であるため、交流電圧の異なった。 世界各国で使用できるという利点がある。チャデモの名称には、チャージでムーブイコール動く、進むためのチャージ、デイコール電気、お茶デモの3つの意味を含んでいる。2014年4月に開催された IEC において、電気自動車用急速充電規格の国際標準として承認された。東京電力エリアにおけるチャデモ、規格対応充電器のプラグ車両側の、 リチウムイオン電池に負担がかからないように設計された直流急速充電方式を採用している。コントローラーエリアネットワーク通信により、急速充電器の動作情報を車両に送る。車両より充電許可信号を送る。車両より充電指令値を送る。という情報の交換を経て、最後に直流電流を車両に対して出力する。車両側の駅が、 電池の状態に応じて最適な充電電流を指定し、急速充電器は車両駅から時々刻々送られる指令に従って直流電流を供給するようになっている。2017年3月24日、それまでの最大電圧5 0 0ト最大電流 125A から最大電圧5 0 0ト最大電流 400A の出力を可能とするバージョン1.2に規格が 改定されている。2010から2018年までの累積データでは、チャデモの充電口を持った電気自動車は世界シェア22%。世界で最も充電ポイントが多い。2018年6月15日、4 0 0ットまでの出力を想定した使用書2.0を発行された。2018年8月22日、 チャデモ協議会と中国の中国電力企業連合会は中国の国家電網が提案した EV の急速充電器についての次世代規格の統一が合意されたと発表し同月28日に北京で覚書に調印したチャデモと中国の国家規格であるギガバイト t の両規格の統一を図り 出力は 350kW 最大 900kW を想定しているとされる。2020年4月25日、チャデモ協議会は日中で共同開発中の次世代超高出力充電規格をチャデモ3.0として発行したと発表。最大充電電流 600A。2010年3月15日に設立。幹事会社としてはトヨタ自動車、 日産自動車、三菱自動車工業、富士重工業、東京電力が、正会員の車両メーカーとしては、ホンダ技術研究所、イスズ自動車、松田、鈴木らが名を連ねている。会長は、日産自動車 COO の志賀俊行。電気自動車の日産、リーフの茶でも充電用ソケット。右側にあるのは、サイジェイ1772充電用ソケット。 プラグインハイブリッドカーの三菱アウトランダーフェブのチャデモ充電用ソケット。普通充電用のサイジェ1772充電用ソケットは左側に見える。チャデモは直流を用いる30分から1時間程度までの充電時間による急速充電用の規格であるが7時間を超えるような充電時間による 普通充電は、s 千 j 1 7 7 2という交流を用いる EV 充電の規格で行う。s 千 j 1 7 7 2は 110V、230V 交流充電のコネクタを規定している。2010年4月の時点では、レベル3直流急速充電は規定されていない。s 千 j 1 7 7 2と、チャデモでは、プラグの大きさ、形状が、 全く異なるため、チャデモ側に誤って差し込む心配はない。三菱、アイ、ミエフ、リーフ、スバル、プラグインステラには、チャデモとサイジエ七1 7 7 2の両方が、使用できるコネクタが使用されている。トヨタは、チャデモ競技会漢字会社であるが、プラグインハイブリッドカーである、トヨタプリウス PHV には、サイジエ七1 7 7 2が使用できるコネクタのみが、 装備されていた。2012年5月3日、サイジェイス1772を拡張した、コンバインドチャージングシステム、通称、コンボが発表された。1個のコネクタで、交流の普通充電と急速充電、直流の普通充電と急速充電に対応する。技術概要、チャデモアソシエーション。チャデモアソシエーション、2021年12月30日、閲覧。 チャデモ協議会の概要。東京電力ホールディングス。2021年4月20日閲覧。ワールドビジネスサテライト、テレビ、東京系列。2012年3月26日放送。日本初の EVO 急速充電企画。チャデモは、なぜ国際標準になれたのか。 モノイスト、http コロンスラッシュスラッシュ monoist.atmarkit.co.jp スラッシュ mn スラッシュアーティクルズスラッシュ1406スラッシュ17スラッシュ news020.html2016 年10月27日閲覧。チャデモアソシエーションデモンストレーツ、ハイパワーチャージングアットテクノロジーエキシビジョン。 チャデモアソシエーション、2017年5月1日、閲覧。カーギューイタイムズ、日本初の充電企画を推し進める、チャデモ協議会、高出力技術の開発で、充電効率を3倍に。モーターカーズ、株式会社、ジェイツコンプレックス。2017年5月1日、閲覧。チャデモ、イズプッシングフォーファスターエレクトリックビークルチャージング。 ウィズニュー 400kW プロトコル .electrek.co 2018年8月22日閲覧 EV 急速充電で日中が協力世界標準企画主導権争いリード。富士山系ビジネス Y.https w w w s a n ー i b i z j p ビジネスニュース18601 ビーサ1兆8060億1050万 4N1HTM2019 年6月24日、閲覧。日中、EV 充電の規格統一イコール20年目度、世界標準昭和へ。時事通信社 https://www.jiji.com コロンススララッッシシュュスラッシュ jc スラッシュアーティクル k イコール2兆180億8220万 809& g イコールエコ2018年8月22日閲覧 EV 向け次世代充電器共同開発で日中チョイン読売オンライン https <decoration> www 読売 COJP エコノミー 2018828-T5056HTML 2018年8月28日閲覧日中共同による急速充電新規格は世界標準となるのか i t m メディア2018年8月22日閲覧 AB 日中次世代超高出力充電企画 チャデモ3.0として発行完了。チャデモアソシエーション、チャデモ協会。2021年3月5日閲覧。新型プラグインハイブリッドモデル、クラリティフェブを発売。https www.hondaCOJP ニュース2018418719クラリティフェブ HTML2018 年9月22日。 閲覧。チャでも通信用語の基礎知識。ホディッククリエイターズクラブ。2016年12月16日。閲覧。Q.EV 購入検討者様向け。充電時間は何時間くらいかかるのゴーゴラブスインク2 0 1 6年12月16日。閲覧。サエスタンダードオン EV チャージングコネクターアップルーブド。 サイ・インターナショナル、2010年3月14日、閲覧。エクスクルーシブ・インタビューウィズ・ザ・ CEO ・オブ・エーカー、ウェイド、スタンダーダイゼーション・イズザキー。CARS21.com。2010年5月13日、閲覧。三菱・アイ・ミーブ。三菱自動車工業。2011年4月20日、閲覧。日産リーフ充電方法、ネットワーク。 日産自動車。2011年4月20日閲覧。プラグインステラの特徴。富士重工業。2011年4月20日閲覧。トヨタプリウスプラグインハイブリッド。carview.co.jp。2011年4月20日閲覧。井本光一郎。プリウス PHV の脅威、純電気自動車は駆逐されるか。 ダイヤモンドオンラインダイヤモンド社2018年2月24日閲覧チャデモ対抗の充電企画を米独発車が発表1個のコネクタで普通急速充電が可能にイティメディア2016年12月16日閲覧ありがとうございます